皆さんこんにちは、ポチです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はウカのカラーベースコート0分の14を4回目まで塗っていこうと思います。今の地爪はこんな感じです。地爪ケア専門店のマイヤさんに行ってきた後なので、今は爪の状態がすごくいいです。プロに整えてもらったので形もめっちゃ綺麗です。ただベースの爪はちょっと傷んでいて、親指がボコボコしてしまっています。こんな状態ですが早速塗っていこうと思います。はい、ではまずポリッシュを塗る前にウカのハンドミストで爪の油分を除去していきます。これをすることでポリッシュの持ちがすごく良くなるのでおすすめです。ポリッシュの色はこんな感じです。落ち着いたトーンの爽やかなオレンジ色です。最初は早送りなしでお送りします。今回の色は結構しっかり発色するので、個人的にはベースコート向きではないような気がしました。はい、ではここからは 2.5 倍速でお送りします。だんだん色づいていく爪の変化を楽しんでいってください。はい、2回目です。3回目塗っていきます。はい、最後4回目です。ポリッシュがはみ出しちゃった時はオレンジスティックで修正しています。4回塗ると親指のデコボコが目立たなくなりました。はい、ではトップコートで仕上げていきます。私はこちらのトップコートが気に入っていて、もう3本ぐらいリピートして使っています。乾くのもすごく早いし、ツヤも長持ちするのでおすすめです。オイルは爪の裏から垂らして表面ににじみ出てきたものをなじませるといいそうです。爽化皮を乾燥させないのが綺麗な爪を作るポイントらしいです。はい、いかがだったでしょうか。すごくね、気持ちが明るくなるような綺麗なオレンジ色です。ウカネイル、どの色買おうかなってご検討中の方の参考になりましたら幸いです。では最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画もよろしくお願いいたします。それではまたねー。